とことんとこいとうとうアシスタントのくちゃんです。いつもご視聴ありがとうございます。今日も朝からやっていきますよ。ロザリアンアナルイエー。葉っぱがほとんどなくなってしまったバラがあるあるありますよね。ロザリアンの方々、バラを何種類も育てていると、梅雨が始まると弱いバラ、雨に弱いバラ、黒星病や害虫なんかにやられて葉っぱがほとんどなくなってしまうバラ、そんなバラたちをなんとかしたいというとこで、僕は先日からやっております納豆菌。黒星病もカビの一種、うどんこ病もカビの一種。はい、それなんでカビ菌には菌でということでやっておりますよ。今週で3週目になります。はい、納豆菌の効果どうだと思っておりましたらは、なかなかいい感じです。はい、こちらうちのエンジェルフェイスなんかちょっとうどんこ病でやばい感じでしたけども、新芽をなんとか展開しておりますよ。今日はそちらの様子と納豆菌3週目散布の動画、そして香りのバラも少しだけ咲いておりますので、そちらのご紹介という形でやっていこうと思いますので、本日も最後までご視聴よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。こちらがうどんこ病で苦しんでおりましたエンジェルフェイス。納豆菌を散布するようになってうどんこ病が収まってきました。そしてこちらの下の方は新芽も展開してつぼみもつけておりますので、2番花も期待できそうですよ。ちょっと今年はうどんこ病黒星病でダメかなと思ってたんですけども、ちょっと復活してきております。それなんでまた今日も3週目納豆菌散布という形をしていこうと思いますよ。ねくーちゃん。うん、そうだね。すごいボロボロだったけど、だいぶ綺麗に治ってきた気がするね。そうだよね、もう。普通いつもあんな風にうどんこでチリチリになっちゃってたらダメだけど、なんかいい感じに展開してきてますよ。さあ、じゃあ散布していこうか、くーちゃん。うん、やってこやってこ。さあ、こちら作ってから18日目の納豆菌の様子、どうなってるでしょうか。よいしょよいしょ。うん、おお、なんかすごいですね、これ。おお、おお、これは、うん、匂いは納豆に、まあ確かに近い納豆と、うん、まあ、確かに生ごみに近いかなっていう雰囲気の香りでしょうか。よーし、でも追えてくる感じじゃないです。はい、よーし、ますか。これで、はい、では納豆菌薄めていきましょう。こちらをよし、おう、8リットル作っていきましょう。今800ミリリットル入れましたので、こちら浄水器を通した水です。
よし。ね、いいね。くーちゃん、薄めてしまえば、そんなに、匂いは気にならないね。そうだね。そんなに、うっすら、納得というか、なんだろう。きな粉の匂い？匂いではないです。味は、味も大丈夫。とこさんまた舐めた。みんなちょっと画面の向こうで引き気味でしょうけども、大丈夫ですよ。みんなカビてるとか嫌な味はしません。そりゃ自分の大事なバラにあげますから、舐めれないぐらいじゃダメですよ。すごいとこさん。そうでしょう。よし、ここに、よいしょ、はい、ここにこれですね、自然農薬、はい、畜作液にニンニク、毒ダミ、そしてこちら唐辛子ですね。これを漬け込んだもの、去年漬け込んだものです。こちらを 40ml 入れていきますよ。よいしょ、もうだいぶこれがなくなってきましたね。よいしょ、はい、ジュー、とよし、40とね、よし、でこれでだいたい8リットル作れましたね。畜作液や唐辛子ごときでこの納豆菌が死なないかっていうところもあるんですけど、納豆菌は胃酸にもやられませんし、相当丈夫な菌なので大丈夫だと思うんですよね、僕は。散布していくのはこちらステンレスボディのロングタッチでいきますよ。この散布機なかなか静かにたくさんミストで巻けるので気に入っております。さあ、ここからいきますよ。さあ、エンジェルフェイスちゃん、よし、コーヒーあげますよ。地面にもしっかり巻いていきます。こちらのシャンテローゼミサトなんかはまだまだこういう感じで、今から開花っていうのにまた梅雨が来ますので、こちら灰色カビ病に
なんとかこれでならないと嬉しいのですけども、どうでしょうか。くーちゃん、今日もなんとか咲いてくれてたね、香りのバラたち。うん、そうだね、頑張ってくれてたね。この雨の闇は虫と雨を免れてなんとか頑張って咲いてくれた子たちです。本当によく頑張ったよね。うん、そうだね。あー、このエデュアールマネの爽やかでダマスクな香りと、このヒューディクソンのダマスクな香り、そしてこちらのクリスティアーナのこのうっすらクリーム色の白いバラから香る爽やかな香り、そしてこちらのシェラザードのレモンのような香り、こんな小さくても香りは変わりません。そしてこちらのボレロ、あーボレロもやはり甘くて爽やかな香りがしますよ。もうみんな本当によく頑張ったね。まさに香りのバラの最強戦士や、最強戦士や。はい、本日の動画いかがだったでしょうか。納豆菌3回目の散布という動画でしたけども、長雨が続いた割には結構黒干しやうどんこ病なってなかった気がしますよ。葉っぱが残っている気がします。まあもちろんたくさん葉っぱが落ちてしまっているバラもありますけども、なんとなく新芽が出てきて復活の兆しもありますので楽しみですよ。ではでは、本日も最後までご視聴ありがとうございました。ありがとね。また見てね。あたしこのバイ嫌いなのよね。今のが分かった方は外のジブリ好き魔女の宅急便に出てくるニシンのパイが嫌いな孫娘でした。